シリペン先生の抗菌エクササイズ。よっしゃー、頑張るぞー。はい、はい、毎月毎月本当にちゃんと2人はやってるのかなと不安になりながらやってますよ教えておりますけれども、はいはいはい、なんとあの現代美術アートの、ね、宮島達夫さんが、はいはいはい、年末のライブ来てくださったじゃないですか。そこから奥様と一緒に毎日、うん、毎日お尻に挟んで、やっぱ現代アートかは違いますよ。全く俺と同じ生活してるんですね毎日やるっていうことが大事ですよ皆さん。世界的なアーティストですよ。やっぱ宮島さん通じるところあるな。あの世界的な宮島達夫さんが奥様と一緒に毎朝やってくださってる、毎日やってくださってる素晴らしいということで、最初はペン落としたりすることもあったらしいんですけど、はい、なんか最近はもうしっかりと挟めてコツを掴んできて。本当ですか。はい、できてるということで、ライブ会場でちゃんとやったらしいですよ。そうらしいです。本当にありがたい。でもやっぱりその実用性をしっかりと、うん、分かっていただけて、はい、毎日やってたらペン挟めるようになったって言ってくださってるということで、うん、もうもはや寺田さんよりもはるか先を行っていただいて。いやまだ俺追いついてないですよ宮島さんまだまだですよはい、ということで、はい、皆さんもやっていただければそれだけしっかりと掴めるように挟めるような感覚ね、はい、だと思います。できるようになっていきますので、ぜひやっていただければと思います、はい、で今回なんですけれども、前回おっさんメタボさんが、うん、寺田さん全然挟めてないよっていうことで、おっさんメタボ余計なことしてくれたな本当にあの分析はすごかったね。そう、分析いただいたのとか、ね、フリップいただいたんですけど、はい、寺田さんは、まあ、できてないんです。そんなことはみんなきっと分かってるんですけど、うん、はい、寺田さんは股関節が曲げられてない状況で挟んでいるって言うんですよね、うん、はい、そうですか、うん、はい、で、ペンを挟んでなかったらちゃんと振ったりとか動きができてると、うんおっさんメタボさん曰く、助け舟が来ましたので、はい、うんうん、はい、それはそうですよ。ペンがくせ者なんですよこれそのためのペンですからねはい、それが大変なんですよ。やっていきたいんですけど、で、その寺田さんはペンを挟んだ時に前のももにすごい力が入ってるんじゃないかというおっさんメタボさんの考察なんですけれども、何の仕事してんすかおっさんメタボは。なんでそんなことが分かるんですかね。分析してるね。そう、分析してくださってて、ちゃんと矢印も使って力入りすぎてる。これ見ると分かるんですけど、総裁と私はちゃんと体まっすぐで膝を曲げてというようなくの字が2個、分かります？はいはいはい、く、く、うん、こっちのくとこっちのくがあるんですよね、はいはい、でできてる状況なんですが、はいはい、寺田さんはもう1個のくになっちゃうよく分かりますねこれね、うん、1個の句が正解じゃないですか。2個いるんです、曲げるとか。そう、はい、で寺田さんは、はい、比較的足が長いんですよ身長に対して。ありがとうございます。はい、かっこいい男ですからね。ありがとうございます。本来はすごくかっこいいイケメンなんですけど、うん、どういうことですか本来はっていうのはそういう足が長い方ってちょっとこういったことに陥りやすくて、若干猫背になってしまったりとか、その足のなんかその曲げ方だったりとかちょっとぎこちなかったりする場合も確かにあるんです、他の生徒さんでも、うん、はい、なので今回は寺田さんを特訓ということで、ちょっとこっち横向いていただいていいですか。これなんすか急にさっき、はい、あら、これと分かりやすいように、うん、あ、ラインが入ってますね、白いラインが、白いテープを貼らせていただきます。なんですかこれ、急に貼り出して差別ですよこれ寺田さんだけテープありで、なんでですか、皆さん入れてくださいよ。左右のくの字ができてるかのチェックを。なるほどなるほど、いいですね。くまモンが泣いてますよ本当にこんなことされて屈辱じゃないですかこれ。できれば貼らなくていいですよ。本当ですか、だから今日でできるようになりましょう。いいです、望むところですよ大丈夫でしょう。本当ですか、できますか。当たり前です。本来はできるんですよ。あ、本当ですか。たまたまですよこれ。本当ですか。たまたまこの回だけです。この回だけ以外はもう全部すごいんですから僕はこの時だけですよ。なんだったの、お腹痛かったのかもしれない、お腹壊してたから。ひげが昨日やりました、やりました。いいですよ、いいですよ、はい、じゃあまずこちら向いていただいて、はい、で、分かりやすいようにじゃあ今回は手はちょっと前に、はい、出していただきます、はい、そうするとここのテープピンってなっているので分かりやすいと思うんですけど、はい、はい、はい、で、総裁と私
もしっかりとさっきの図でも分かってましたよ、できるので、はい、まずはじゃあペンなしで、ペンなしで、ペンなしで、はい、膝を曲げてください。はい、はい、うん、ほらまっすぐでこっちにちゃんと曲がって、あ、くの字ってやつですね。そう、膝からく、はい、こうくっと2回曲げてできてる。はい、これはできてる状態なんですね。はい、だからやればできるんですよ。で、おっさんメタボさん曰く、この状態になってから手を挟んだら一旦寺田さんできるようになるんじゃないか。ああ、この状態でペンを寺田さん挟んでみてください。こんな感じでなると、ほらやっぱりちょっと反っちゃうんですよ。わかります？そう、なんかいや、挟み方もなんかおかしくないですかね。なんか無理にこう、なんか、なんだろうな。あ、だんだんほら、こういう風になってきましたよ。どん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 、そう、こういう風になっていく。その原因が今、何でした？寺田さん、何が違いました？何がですか？手挟んだ途端、自分の姿勢どこがおかしいなって思う。あ、やっぱこう反らないと、うん、お尻で支えられなくなってきますね。なので、前ももに力が入りすぎてて、股関節が曲がってないって言うんですよ。うんうんうん、はい。おさんさんがね。はい。なので、股関節曲げてください。股関節を曲げる。股関節。で、猫背にしない。そう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 。で、手は前。そう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 。そう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 です、そうです。はい。はめはめはーね。で呼吸をする。はい、はい、だからお尻をすごいキュッてこっち側に行きたがっちゃうんですよ。うん、なのでそれをお尻はちょっと出す。お尻は出す出す。股関節は曲げて背中は伸ばして、肩丸まる、呼吸して、頑張ってテラちゃん。で足、あー、でここは、あー、ちょっと待ってくださいよ。セクハラで訴えるわよ、本当に。こんな言葉して恥ずかしいじゃないの。お尻をグッと押されたらもう本当に許してよ。どんだけ惨めにさせるの、私は。もう私は惨めにさせる。何が正しいのよ、あんたたちは。本当に別に俺は普通にそんなんじゃないわよ。姿勢をよくしようと。まあ、でも確かにおさめたおさんが言うように、うん、最初にこの状態から挟んでこうやるよりは、うん、今の状態になってから、まあ、確かにね、それの方が挟みやすいかもしれないですね。今雰囲気は分かりやすいと思うんです。うん、こう、はい、そうです、そうです、まあ、さっきよりいいです、いいです。あ、さっきよりなんかできるような気がしてきましたね。 で、できるようにコツをつかんできたら、そこから伸ばしていって、でそのまま、すごい安定感出てきた。はい、はいはい、生まれ変わった、一日で。曲げて。またまた膝曲げて、膝曲げて。膝曲げて。そうそうそう、なんか腹筋に力が入るようになってましたね。そうです、腹筋に、このお腹に力入るようになった。いいじゃないですか。あ、できるようになった。素材を見てください。どうですか、どうですか。あ、いい感じですね、いい感じですね。まあ、やっぱりね。ただ、いい感じになった。そうやってどん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 やっていくと、どん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 へっぴり腰にどんどん行くので。時間が経つとね。たくらんでるでしょ、あんたたち。いやいや、最後の決めだから。だってペンが斜めうまくできたじゃないか、今。どんどんこんなふうになっちゃう、ペンが。どんどん落ちてっちゃう。お尻がこっちに出た時にペンも下がっちゃうから。そうそうそう、股関節はつけて。やってるわよ、ちゃんと。倒れそうよ、もう。あー、きつい。じゃあ本来であれば膝伸ばしたとこからやっていくんですけど、はい、じゃあ今回は膝曲げたとこでペンを挟んでもらって、はい、ここで8カウントいきます。はい、せーの、1 2 3 4 5 6 7 8。そしたらゆっくり8カウントかけて上がっていきます。せーの、1 2 3 4 5 6。はい、今度8カウントかけて曲げますよ。はい、1 2 3
4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、5、6、7、8、はい、いいですよ。お、いいじゃないですか。どうでしょう、生まれ変わったのよ、今日から。本当になんでおねえことになったの。急におねえになってきたわよ、本当やらせすぎよ。じゃあ、今のできそうなんで、はい、じゃあもう、できたとして、感覚つかめました。あ、つかんで、なんか腹筋に力入れるようになりましたよな、はい、じゃあそれで、その場足踏みを8回して、うん、はいはい、今日終わりたいと思います。なるほど、ました、はい、はい、じゃあ、手を挟んでください。挟みました、はいはい、で、気をつけることは、さっきみたいにお尻をこう出しすぎない。わかりますもんね、こう、多分こうするとね、多分ね、締めやすいのはわかるんですよ、うんうんうん、こういう風にすると、はいはい、なんかあの、応援団のフレーみたいにやっちゃうんじゃなくて、そう、その場で股関節をしっかり曲げて、曲げて、はいはい、さっきの今ので大丈夫なので、はい、はい、やってみていただきます、はい、そのまま、じゃあ足踏み、はい、はいはい、せーの、右足上げる、はい、あ、そっちゃそっちゃ、反らないよ、はい、で、左足上げる、はい、左足、はい、右、はい、左、右、呼吸して、左、はい、右、右、左、右、左、はい、ラスト4回、1、2、3、4、はい、はい、はい、多分これももしかしたらおっさんさんの考察が来るとは思うんですが、もういい加減しろよ、今、おっさん、ワンちゃんがおしっこした後に、うん、キリキリするみたいに後ろにだけ蹴ってるんです。あ、じゃなくて足踏みですよね、これね、前に膝が、落ちちゃうような、ペンがな、落ちそうっすよ、ほんと落ちそう、落ちそう、我慢することに意味があるので、最悪落としてもいいんです。あ、うん、で、ほら、またお尻がこうどんどん前に出ちゃってるので曲げないで、はい、で、手前で、うわ、きつい、はい、そう、ペンをね、落とさないようにすると、そうなっちゃうね。なので、大きな動きしなくてもいいんですよ。今のこの動きで、しっかりと句を2個作って、その場で足踏みができる状態であれば、もうそれだけでも十分、うん、はい、できますので。はい。はいはいはい。ということで、どうでしょう、はい、今日の、いきます。稲田さんの特訓としては。あ、いや、もうなんか掴んだような気がしますよ。本当に、ええ。初めて一歩踏み出したって感じですね。これだけもう2年3年やっていて、初めて一歩踏み出せた。初めの一歩ですよ、今日が。初めの一歩。はい。まあ、ちょっとね、私が寺田さんを見捨ててた部分を、おっさん、上田さんが救ってくれる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありますので、はい、またでも抜き打ちで、今後も寺田さんがちゃんとしっかりへっぴり腰になってないかのチェックをしていきたいと思いますので、はい、ぜひ皆様もちょっと鏡で自分の横側を見て、もし分かりやすくするんだったら、こういうふうにテープとか貼っていただいても、ガムテープでもいいですし、ラインを作って、はい、ラインを作って、あとは例えばジャージでも線入ってるジャージとかあるじゃないですか、うん、ああいうの着てみていただくと、自分がちゃんとまっすぐできているかというところもチェックできますので、はい、ぜひちょっと横で鏡見ながらやってみていただければと思います、はい、ということで、本日は寺田さん特訓の抗菌エクササイズでした。はい、皆さん、どうぞ。